はい、こんにちはす。レトルトと申します。君が死ね、多数決デスゲーム実況プレイ、始めていきたいと思います。一章の後半が出たので、続きやってるんですけども、まあ、三島先生が死んじゃいまして、で、多数決デスゲームの本戦待ってるぞって感じで、なんか2階への扉みたいなのが開いたんですけども、まあ、今調査してるところで、赤い部屋、ずっと開かなかった赤い部屋に主人公が今閉じ込められちゃったってところですね。いろいろ調べていきましょう。まずこのクマさんから。大きなクマのぬいぐるみだ。ふん。これかな、やっぱ。じゃあ何かのメモのようなものが散乱している。え、 6.6% やぶさめアリスでいいのかな。 5.3% 影山乱丸。 4.9% 笹原めぐみ。3.0% 三島和美。三島先生かな ?3% のやつ。これもしかしたらパスワードを解く鍵かもしれんな。三島先生の名前と知らない人間の名前が書いてある。やぶさめアリス。このメモは取っておこう。何?わからんけど全然。箱があるがネジでしっかりと蓋をされている。ろうそく。これなんか、すごいひび入ってるんだけど。背伸びをしてもギリギリ届かないな。何か適当に足場になるものはないだろうか。ここら辺のものはダメなの。これは?瓶がある。中には水が入っている。おう、ボトル。あー!首!大きな熊のぬいぐるみだ。え、動いてる動いてる!気づいて!ちゃんと気づいてよ!これ取りたいんだよな。本を足場にして、棚の上の箱を見てみるか。お !28 って書いてあるよ。本棚の奥にはデジタル時計が置いてある。28時75分で止まっている。なんだその分。28時75分って。メモった方がいいかな。28時75分。俺結構ね、こういうフリーゲームとか、まあ、脱出ゲームとかやるときにメモ帳を手元に置いてメモしてるんですけど、結構ぶっといポケモンでずっと使ってたメモ帳が全部使い切ったんですよね。ちょっと達成感感じて、今、新しいポケモンの、クロックスの、クロックスでいいのかな?クロックスの新しいポケモンのメモ帳使ってるんですけども。中身を見てみよう。2本の針。長くて大きい針だな。なんか使えるのかな、これ。あ、そっか、使えるのか。じゃあ一応。水、ライターを使って、ろうそくをちょっと火つけて、あ、つけれない。あ、これライター使ったことになってるか。よし。ライターの燃料がなくなった。あ、ライターなくなった。ちょっと。悲しそうな顔してるね。目から血出てるよ。このサイズ、クマさんにいろんな様子がおかしくなっていくって感じかな。この針を使って何をすればいいんだ?このボトルで水でろうそく消してみる?持ち運べないようになっている。デジタル時計をどうしたいんだろう。デジタル時計にこのアナログの針なんか関係ないよな。あ、待って、あったあった。これだ。針のない柱時計が置いてある。2本の針はどうやら時計の針のようだ。28時75分でしょ?ってことは、24時から、4時間進んでるから、5時15分でいいかな?75分だから。うん。長針。あれ?あ、そっか。長針が15分だから3でいいんだ。おし!時計の振り子が動くと、つっかえていた何かが落ちた。プラスドライバー。ほう、ちょっとずつ進んでいくね。ちょっとここいらでセーブを。挟んでおこうかな。で、これを使っ
で、ここら辺を、ネジをさ、マイナスドライバーがあれば開きそうだが、私の持ってる工具に入ってないな。え？入ってない？あ、これが外れんだな、この額縁が。ご丁寧に全部違うネジで止めてある。4種類の工具がなきゃ外せない仕組みか。え？外せないの？これの中には何が入ってんの？これの中には。これの中に何が入ってるかちょっと見たいんだけど。これで。ネジなどを取り外す工具。鍵盤。いや、役に立てねえ工具箱だな。もうこれは終わったから、上のやつは取れなくて、これもネジで止められてるでしょ？赤い血が流れてて、次どうしたらいいだろうな。これひびも気になるんだけど、これで、ダメなのか。水を使って汚れを取る。ちょっと難しいぞこれ。次どうしたらいいかな。本はもう調べた。ネジで開かねえんだよな。これ殺せないかな。あ、拭くものがないかな。これで拭いてみる。気味は悪いが少しかわいそうだな。この気になるメモ以外で拭いてあげるか。おう。熊の口から何か出てきた。マイナスドライバーを手に入れた。そんな。で、これ。どういう仕組みなんだよ。箱が開いた。六角レンチ。おおお。ああ、血が。床に赤い液体が滴り落ちている。これで拭こう、また。あ、水だ！水で拭く。違うんだ。一回じゃあ置いて工具箱でこれを。うん。あ、六角レンチ。もう一個必要ってことかな。なんでこの上のやつ調べられないんだ。やべえと思うけど。クマさんよかったね。よくないけど。箱の中にはもう何もない。床の隙間に工具をねじ込む。おお！意外な、なんか、床の下には赤い液体がどんどん溜まっていく。これ水でさ、水を入れれば水かさが増しそうだな。普通そんなことしようって思うかな？何かが浮かび上がったな。ネジじゃない？ネジ系。おし、釘抜き。4種類いったよ。プラスドライバー、マイナスドライバー、六角レンジ、釘抜き。なんもねえ。お、なんかロッカーみたいなのが。縦長のロッカーが一つ置かれている。開けますか？それ開けますよ。嫌な予感がする。え？死体が入ってるなんてある？落ち着き私。え？待って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 。いなかったキャラっていた？前回。サラちゃん主人公で、レコは、いた。芸術家の人もいた。かわいそうなカンナもいた。キュー太郎いた。ケイジさんもいた。ジョーもいた。ギンもいた。ソウもいた。三島先生死んだ。ストーカーカイいた。あ、一応じゃあ前回全員には合ってるんだな。え、誰誰？お前誰だよ。出す、ゲ。誰？バンドマンみたいなやつ入ってた。ここに入るの趣味なのかな？お、なんか包帯ぐるぐるマンだ。あ、あの、どうしよう。まさかの新キャラクターが出てくるとは。大丈夫ですか？意識がない。どうしよう、起きる前に逃げた方が。ダメだ。いい人かわからないけど、この人は助けてと言った。なら連れて行こう。手間取りながらも男に肩を寄せて数いた。どこにも怪我はなさそうだけど慎重に連れて行こう。死んではないんだな。なんかレコのあのチャラ女のなんか知り合い感あったけどね、見た目は。
あ、サラ。って、どうしたんだ、それ。私の姿を見るなり突然倒れたんだ。ジョー、手を貸してくれ。わかった。みんなのところまで運ぶぞ。そのつもりだ。よし。犠牲者かね。犠牲者というか、身代わりができたんでね。全員この人に投票して、助かるっていう。いいアイテムゲットしましたよ。帰りましょう。ヒロマと。身代わり連れてきたよ。ジョーさん。おい、どげんした、そいつ。意識がなくて。俺にはようわからん。誰かわかるやつに見せるんじゃん。誰かわかるやつと言ってもな、食堂の奥、ピンクの部屋、警察さん。ん、サラちゃん、それって、ははあ、どういうことだよ、その肩の野郎は。手を貸してください。実は私は赤い部屋での出来事を話した。普通に考えたらこいつが赤い部屋に入ってきたってことになるけどね。安心しな。気を失ってるだけだよ。何者なんだろうな、この人。首輪がついてるね。首輪、おう。そうか、彼は仲間です。それだけで仲間かわ。縄で縛りましょう。お、抜かりないね、サラちゃん。そこら辺の適当なやつで縛っておくか。この人が起きるまで事情を聞くことは難しそうだな。ま、動けなくしときゃ心配ないだろうね。起きたらゆっくり事情聴取と行こうか。少しほっとすると、室内の状況にどうしても気が向いてしまった。刑事さん、まだナオさんたちは。ああ、ずっとあのままさ。今二人の女の子が、もう放心状態ですからね。一歩も動かないよ。おまわりさんも見てるのが辛いね。刑事さん、部屋から出ればいいじゃないですか。もしかして調査したいんですか？調査したい？まあね。辛いけど、誰かがやらなきゃいけない仕事さ。ちょうどプロなんだ、おまわりさん。ただ、会話したことある相手をこうして調べるのは初めてだけどね。やっぱ辛いっすよね。バーカ、なおちゃんの方がよっぽどだよ。尊敬する人を失っちまうなんてな。刑事さんにも尊敬する人っているんすか？いたけど。部屋にいる方へ連絡を行います。遺体の回収を行うため速やかにその部屋を退出してください。強制的に出させられんだ。遺体を回収？ふざけないでください。先生は誰にも渡しません。逆らうことは許しません。霧の散布を開始します。うわー、またガスかよ。いや、やめてください。先生は死んでなんかないです。繋がってないよ。そう言うとダオさんは先生の一部を、お、九太郎さんが持ってきた箱に入れた。何にするにゃん。そんなことしちゃダメだわん。どいてください。首を止まる手を振り払い走り出した。待つにゃん。銀、ダメだ、待て。これはまずいね。追いかけるぞ、サラちゃん、ジョー君。頼んだ。ナオは冷静じゃねえ。丁寧に扱ってくれよ。俺の頭の中のヤンデレセンサーがピカピカこう。もうビンビン来てますよ、これは。あれ、どこ行っちまったんだ。まさか、あの階段の先に行ったんじゃ。セーブするか。物語が多数決デスゲーム始まるかな。なんかちょっと、何これ、なんか出たな、今。もう一回ちょっと見たい。サーバーセーブできません。ミログインってなんだよ。移動。じゃあ、食堂に戻って、移動で、広間に戻ってみようか。お、九太郎さんがいない。二階に行っちまったのかな。どうする？手分けして、全員で行った方がいいな。ダメだ。一階にいたらどうするんだよ。俺は1階を探すから2人は2階を探してくれ。頼んだっすよ、刑事さん。オッケー。大丈夫か？お、何これ。ここが2階か。ドアがいっぱいだね。湯、石、鏡、湯。ちょっと待って、このさ、メモ帳にあったアイテム、
あー違うか、なんか関係ありそうかなと思ったんだけど、そんなわけでもなさそうですね。赤い湯のドア、お風呂かな。石のドア、鏡のドア、湯のドア。じゃあ赤い湯、左から。おお、ここにはいない。なんか可愛いペンギンが、ペンギンのような像がある。ペンギンじゃないよ。じゃあ何なんだよ、何これ。じゃあ何なのこれ、ペンギンじゃないの。ペンギンだと思うけど、シャワーもないものに、ないのにシャンプーなどが並んでいる。おお、サウナがある。戻って、石の部屋。あら銀、サラ姉ちゃんどうした、助けてにゃ。ナオ姉ちゃんを探してたら、鉄の檻、こんなのどうしたら。あー、うかつに触っちゃダメだ。あー、どうした。あ、あー、サラ姉ちゃん、ギン、どんどん下に沈んでいってるにゃん。いやわん、怖いよ、助けてサラ姉ちゃん。え、檻を破壊、手を触れず引き下がる。ダメだろ、持ち上げるしかないんじゃない。とりあえず刑事さん、反対側持ってください。ここから出してよ銀。おお、檻の動きは止まり、完全に地面へと埋まってしまった。あー銀、びくともしない。どうしたら。そこかな。え、はしごだね。すげえ、どうして。ほらサラちゃんおいで。どうして、どうして、なんでわかった。おう、何この装置。やべえ装置あるよ。銀大丈夫か、実験させられるじゃん。コンピューター画面、機械は苦手だね。何か書いてあります。鳥かごゲーム。うわ、2個目の新しいデスゲーム始まるなこれ。檻の中の鳥、かっこ人質を解放せよ。緑のスイッチを押し続け、出力を最大まで上げるんだ。これだ。油断をするな。邪悪な仮面がスイッチに触れたものを殺しにかかる。邪悪な仮面？聖なる光で仮面を照らし、隙を見て押し続けろ。もう全然何言ってるかわからん。このボタンを長押しすればいいみたいだね。仮面が現れたら手を離して、神聖な光を当てるか。光ってなんだろうね。あ、機械の下に懐中電灯があります。おー、聖なる光だね、それ。懐中電灯を拾い上げた。ここ。ちょっと難しそうだぞ、これ。とんでもなく難しいのが始まるかもしれん。懐中電灯、あれ懐中電灯ない。他はこれ。緑のスイッチ。押してみるか、押すか。なんだ、始まるみたいだよ。とりあえず緑のスイッチ押してみるか。お、おらおらおら、あ、そういうこと。おらい、おおおいおい、どういうシステムなんだよこれ。押せ押せ。あ、ほい、いいよいいよ。こわ、あ、痛い、攻撃早いなぁ。い、怖い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 、なんなんだよこれ。何のゲームだよこれ。ひょい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 、おお、すごい、できた。ほい、ひょいひょいひょい、簡単やなぁ。ほいほいほい、ひょいひょいひょい、ほい、いいよいいよいいよ、そんなに難しく作られてないよ。レトルト向きで、あれ、お、びっくりした。なんかすげえ急に無敵のやつ出てきたと思った。面白くないこれ、待って待って、あ、じゃあ遊んでたら、ほい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 って遊んでたらダメだ。ほい、いけた、もういけたんじゃないか。次、よし、簡単。ふう、これで解放されるんでしょうか。ん？懐中電灯もつかなくなったみたいだね。まあいいか。これあれなのかな？失敗とかあんのかね？
銀、開けて出てこれるかい？銀、怖かったな。もう大丈夫だ。刑事さんは震える銀を抱えて下ろした。サラ姉ちゃん。銀は私の胸へ飛び込んできた。おい、お前、完全にお前あれだろう。本当のね、まさに私の胸を狙っているだろう、これは。銀、大丈夫？大丈夫？役得と思ってんだろうな。そう、これで石部屋クリアって感じなのかな。2階フロアに戻って、なおちゃんいないね。2階は外れだったかな。1階でジョーが見つけてくれるといいが。ジョーが約束していたな。刑事さんに探りを入れてみる。なおさんの安否について聞いてみる。まあ、探り入れるか。本当に警察なのか。おまわりさんでも外れを引くんですね。困っちゃうよね。おまわりさん痛いかな。遠回しな、はぐらかされるだけか。あ、そういえば刑事さん、さっき憧れの人がいたと言っていましたね。言ったっけ？はい。首痛んでるね。痛くないことですか？ははは、君は本当に頭が切れる。いたってことは過去の人ってことだ。絶対に聞きます。私は刑事さんのことをもっとよく知りたいです。女子高生があなたのことを知りたいって言ってますよ。へえ、変わってるね。はぐらかすんですね。ふふ、わかった、こうしよう。メインゲームとやらを生き残ったら教えてあげるよ。え？やっぱり、メインゲームは行われてしまうのでしょうか。回避は難しいだろうね。そんなの許す奴らじゃない。そして、始まってしまえば、みんな本気だ。それに、おまわりさんも死にたくないんだ。刑事さん、幻滅しましたじゃないよ。私にも死にたくないです。私も死ぬのは嫌です。死にたい奴なんていないさ。きっと醜い争いになる。お互いがお互いを大嫌いになるかもしれない。それでももし生き残って、おまわりさんにまだ興味があれば、サラちゃんにだけは教えてあげてもいいよ。私は絶対にメインゲームを回避できる方法を探します。うん。覚悟だけは決めておくんだよ。鍵があるから、その鍵だよな、気になるとすると。鏡の部屋とかは？入りはすんのか？うわ！やべえ、なんか、間違い探しみたいな部屋だな。あ！裏側を向ける？あー、なるほど。邪魔なもんあるよ、これ。これ向けるにしてもさ、ここに何かを入れなきゃいけないな。重りを反対側に。え？別の部屋で何かが動いたことがした。成功したのかい？これ氷が溶けちゃってる。窓閉めた方がいいんじゃないの、これ。剥がす。とりあえず同じようにしていくんだよね。双子が自分そっくりな人形でもなければ。あー。なるほどね。左の状態に似せるのを右にするってことだ。電気がないなぁ。とりあえず今は無理かな。霧吹き。おお、やった。この霧吹きで、水を、花をさ、ダメか。まあ、今できることは全部やったかな。とりあえず。あ、待って。この霧吹きで、血を洗えないかな。ダメか。まあいいや。じゃあとりあえずじゃあ湯の部屋の黄色。おう、こいつはペンタ君。ペンギンじゃないよ。ペンギンだろお前。鏡が並んでいる。サウナ。あ、ボトルにお湯を入れる。まだボトル持ってたんだな。なるほど、よしよし。じゃあこれ戻って、湯の部屋赤色で何か。あ、水が抜けてる。お風呂の線ちょっと教えてくれ。ペンギンじゃないよ。ペンギンだろう。シャンプーとか持っていけないかな。じゃあ次は鏡の部屋を最終的になんとかするんだろうな。お湯で洗えない。人形も探さなきゃいけない。あ、この線をこれ
よし、ちょうど重さの釣り合いが取れた。あ、そう、この絵画があんのか。はい、撃ち殺された絵画をどうにかできないのかな。この水もな。あ、なるほど、左を溶かしたのか、お湯で。ほいほい、あと花の、あ、花を一本抜いてこっちに足す。ほい、じゃあとはこれだけだな。あと人形がないとダメ。まあ、これはまあ今んとこどうしようもないかな。あ、待って、これさ、ピストルでこれダメか。これ動かせないかな。絵画取る。これは絵画を、絵画を取る。あ、取れる。これはもう動かせないと。右にあったやつをこっちに置いてみると、死なないかな。で、これを、おお、おお、死んだ。すごい。あとはマネキンだけじゃないか。あ、電気がいるな。絶対足りないな、とりあえず。じゃあ、あ、待って、待ってって言ってばっかだな。部屋出て待って多いな。これいらないじゃん。あ、手が届かない。何かを持ってこなきゃいけないから、まあここまでかな、とりあえずは。まだ進めれるはずなので。電気が消えてる、おかしいですね。とりあえず食堂にしてみるか。消えてるね、食堂の奥。ここの部屋どうなったんだろう。隠し部屋は、え、ソウさん、暗闇にはうつ伏せに倒れたソウさんがそこに。ノーパソない。おお、生きてる。ソウはぐったりとしている。サラちゃん、周囲を調べてみて。銀、部屋の外を見ててもらえるかい。ノーパソがないよ。机の下、天井、机の下は奥の方に緑色の光が見えた。お、これを手にした者へ。これはもうお前の所有物。決して肌身離、離すな。出口への鍵、誰にもカードの、あれ、またカードをめくる。身代わり？サラ、え？私はカードを素早く元の場所に戻した。ソウさん、気がついたんです。え？え？いてて、僕気を失っていたのか。後頭部をガツンとやられてるね。血が出るほどではなかったっぽいけど。ひどいよ、誰がそんなことを。あー、やられた、パソコンがない。パソコンの中身見れたの？何もわからなかったよ、パスワードも中身のデータも。仕方ないさ、よほど不都合なものだったんだろうね。ああ、1階の誰か、俺は2階にいたからね。そこに犯人がいる説がある。もしたら犯人探しましょう。待ちなって、サラちゃん、浮き足立って。じゃあ全てを取り逃がすよ。みんなを集めるんだ、一度まとめるべきだよ。そうだね。誰か悪い人がいるのか。ねえ、サラさん、さっき何か見てた？やめろ、そういうの。はぐらかそう。わかりません、何のことですか。そっか、やめろそういうの。2枚のカード持ってるわけだ。もう調べられないのかな。もう持ってるってことかな、主人公が。今あの鍵、身代わりって書いてあったよね。俺がもしかしたら多数決で俺が死ぬってなっても、
その身代わりカードを持ってれば別のやつで殺すことができるみたいな、すり替えれるみたいなことがもしかしたらあるかもしれんよね。亡くなってる死体が、食堂の奥、なんか次から次へと展開が変わっていくな。おい、いましたね。どこいたんだお前。おや、サラさんたち。カイさん。はい、カイさんです。どうかしましたか。ちょいとそろそろ集合しようって話になってね。そういえば先ほどジョー君にバーで集合するように言われました。電気が復旧したのにようやく動きます。みんなで参りましょうか。そろそろ多数決デスゲーム始まっちゃうのかこれ。喫煙所のフロアとか行ってみる。遊戯場、青い部屋とか見てない。なんもないな。人形が欲しいんですよね。赤い部屋は、なんもないか。喫煙所の通路、バーに行くしかとりあえずないかな。酒場への通路、酒場。サラ、ジョー、ナオさん見つかったか。に、2階にもいなかったのか。消えちまったっちゅうことかよ。そんな。部屋を見渡すと、ナオさんを除いてほとんど全員がすでに集まっていた。一体何事ですか。みんな、まあ落ち着いて。その縛られている方はどなたですか。そうだよな。ダグル、あ、起きてる。うるさい奴らだな。おう。こいつらとナオってやつで全員なんだよな。髪型が特殊。囚人じゃん、なんか。めちゃめちゃ、ね、水曜日のダウンタウンでやってたよ。方眼さ。なんつうの、捕虜とかにつける、ね、この方眼をつけた人間ほとんどもうすでにいない説みたいなさ。あ、起きたんだね、あんた。この縄を外せ。俺にぶっ飛ばされないうちにな。こいつちょっと凶暴なんだ。困ったぜ。ふん。どいつもこいつもビビりか。危ない人を連れてきてしまったのかな。話しましょう。ちょっといいですか?あ、お前は!え?どうしたどうした?え?なんでこいつが自由に歩いてんのよ。早く、誰かとっ捕まえなさいよ。ちょっと、なんでなんで?しかもなんでオカマ?なんじゃ急に。知ってるのよあんた。こいつやばいやつなのよ。落ち着いてよ。順を追って話さない。まずはその妙な口をやめねえか。ふん、俺としたことが取り乱したようだな。実はおかまなのかな、お姉なのか。ふざけてんのけこいつ。なあ、俺たちにはあんたに構ってる時間がないんだけど、少しだけ取り調べの時間を設けてやるよ。縄をほどくかその後で決める。何?ふん、優位に立とうとするな、金髪野郎。おう、怖い。取り調べは頼んだよ、サラちゃん。え、それも私がやるんですか?おまわりさん、ぶるっちゃってね。もう。準備ができたらいつでも話しかけてね。あ、これ、あれの、あのパートが来るんじゃない?全員で話し合うさ。でも、あいつが、このサラちゃん、主人公のことを、ビビってんだもんね。それ、どういうことなんだろうね。はい。ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。君がしね、多数決デスゲーム面白いですね、これ。とりあえず、次回ぐらいで本戦に入れるかもしれませんね。鏡の部屋とか解いて。まあ、今んとこ、この中に犯人の一味がいるとすると、そうは怪しすぎてな、ニット帽のやつ。ちょっとなって感じがするんですよね。かといって刑事さんも今怪しい感じが早めに出てきてるので、怪しすぎて違うかなっていう。ってなるとジョーかな。ジョーがなんだかんだ言ってその身内ポジションすぎて怪しいかなっていうのが俺の推理として、この実況に残しておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。レトルトさーん。